映画の紹介です。今日は新極道の女たち、惚れたら地獄です。1994年の作品ですね。極道の女たちを、いくつか僕レビューしてるんですよ。一番最初の、ね、作品から、まあ、五社英夫監督が作品し、監督した作品なんですけど、それから、5本ぐらい極道の女たちシリーズがあって、でこの、新極道の女たちが、まあ、再び公開、新しい形でね公開されたと。まあね、どれも話はね続いてるわけじゃないんですけど、一つ一つ独立した作品ではあるんですよ。その前作、前後作だったかな、5、6作があるんですけど、でまあね、これなぜ芯をつけたのかちょっと僕はまあ定かではないんですけど、結局ですね、まあね、同じことやってるっちゃ同じことやってるんですよ、早い話がね。だけど、やっぱり芯つけるだけで、まあ、気合の入り方が違うのかなっていう感じがあって、とてもね僕は楽しめました。僕ね、極妻はこの新極道の女たち、まあだから、ここからですね、岩下志麻さんがずっと主役をやっていくことになると思うんですけど、いくつやるのかな、まあね、吉田島さんイコールというかね、極道の女たちイコール岩下志麻みたいな、なんだろう、ちょっとしたアイコンみたいなね感じになってくんですよ。奥妻イコール岩下志麻みたいな感じになっていく。で、岩下志麻さんの次にまた、誰がやったかな、まあ何人かやるんですよ。岩下志麻さんがもう卒業というようなねことで、忘れてたな、名前が出てこない、やるんですよ。で、僕はね、岩下志麻さんが、辞めてからはあんま見ることなくなっちゃったんですけど、岩下志麻さんがやってる間は確か見てたんですよ。この後も何作かやるんですけど、だから、一番最初五社英夫監督の作品からまあ 7、8 本ぐらい見てるのかな、ですけど、この作品、惚れたら地獄という作品が、僕は一番面白い。ちょっと今見ると岩下志麻さん全部で8本やってるんですね、極妻。まあだからね、岩下志麻さんっていう感じなんですよ。でもうね、この時点で ここから後あと3本やるんですけど、この時点でもう53歳ぐらいなんですね。だからまあ60過ぎてもまあできる役ではあるんですけど、まあね、この作品ばっかりやってるわけじゃないし、岩下志麻さん、まあだからある程度のところでね終わりを迎えたんでしょうけど、この作品が一番僕はねよくできてるなと思ってて、過去も何回も見てます。で、僕ね忘れてたんですよ、これ見るまで。で、どんなんだったかなと思って見始めたらすぐ思い出して、ああこの作品かと思って、一番面白い作品かなと思っているんです。まあそういう作品なんですよ。で、監督が古畑康夫さん。またね、この監督も僕も好きで、別れぬ理由とかね、やってたり、極妻ももう一本やったりしてるのかな。
あとまあいろいろやってますよ。貫椿とかね、南野陽子さんが脱いだ作品なんですけど、結構ね思い切ったことやるんですよこの監督で。今回は、まあ、何がね秀逸かって言ってやっぱキャスト陣なんですよ。まあ、岩下志麻さんをはじめ、山下真司さん、斉藤恵子さん、世良政則さんね、高島忠夫さん、清水浩二郎さん、小西洋之さん、赤坂明君っていうのか、光源氏のね、元光源氏の赤坂君とかね、まあね、そうそうたるメンバー、悪役の方ももう誰もが知ってるような、あとね、海野恵子さんも出てるんですよ。海野恵子さんは新極道の女たちに出てるんだ。あ、新極道の女たち、こう惚れたら地獄が一番最初じゃなかった、ごめんなさい最初かと思ってた新極道の女たちっていうのがあるんですよね、うん、僕ねこれもレビューはしてるんですけど、すっかり忘れてました、うん、ここでね海野恵子さん出てるんですよ。でね、この時出た海野恵子さんが僕はすごい好きだったんです。綺麗だなと思っていて、ちょっとね、今で言う、まあこれはねちょっと違うっていう人もたくさんいると思うんですけど、今で言うね広瀬すずとか広瀬アリスさんっぽい感じがするんですよ。違うかな、僕はねそんな感じに見てる。まあ、同じ系統かなっていう感じがしてて、うん、結構好きな顔ではあるんですよね。でまあそれはいいんですけど、他には、まあ、でも海野恵子さんはそんなに活躍はしないんですよここでは、今回はね。なんですけど、この今回誰が活躍するっていうと、まあね、結構ね今回はね本当なんだろう、たくさん活躍してる人がいて、まあね、まず誰から話そうかな、まあこれ長くなりそうだな。山下真司さん、うん、山下真司さんが出てくるんですけど、山下真司さんがね全然こうヤクザっぽくない感じなんです、うん、まあね、右腕みたいなね、岩下志麻さんの右腕みたいな、まあ、早々にねその親分は死んでしまうんで、まあ指揮を取るのが岩下志麻さんなんですよね、奥さんである岩下志麻さんが、うん、まあこれはいつものパターンです、極妻のね。でまあ、右腕となる、うん、部下がいて、それが山下真司さんで、山下真司さんの奥さんが斉藤恵子さん、まあね、なんかねこう2人ともこう優等生な感じで、ちょっとヤクザっぽくない感じなんです。その喋り口調もそうなんですよ、ヤクザを演じてるっていう感じではないんです、うん、あえてそうしてるんだと思います。会うとか会わないとかじゃなくね、うん、でで、その下に世良政則さんと清水浩二郎さん、小西博之さん、コニタンですよね、コニタン。この3人がいて、この3人は、小さい頃から、まあね、その、なんだろうな、不良だったわけです。3人でいつもね、悪さしてるような不良で、で、この親分に拾われて、この世界に入ったみたいな感じなんですよ。うん、だからまあね、その小さい頃から一緒に悪いこともやってきたし、うん、この組にね対してもその、うん、組で、なんだろう、成長させてもらったというか、この組に入ることによって、
まあ、人生を教えてもらったみたいなね、本当親代わりのような存在なわけです。その親分と、親分高島忠夫さんなんですけど、親分と岩下志麻さん演じるね奥さんは、だからすごい忠誠心が強くて、しかも、まあね、その幹部ではあるんです、でこの組がですね、大阪の南地区を、まあ、縄張りにしてて、で大阪の北にあるね、その大きな組、まあこれは全国的、まあ全国のもう組と、そのまあ杯を交わしているような大きな組と対立してるわけです。うん、大阪を二分してるというかね。で、でこの南の地区を開発するっていう利権があるんですよ。この、利権契約を成立させるとかなり何百100億円ぐらいね組に入ってくるっていうことで、組としてもすごく大きなものになるし、で北とのね、勢力争いにも負けないぐらいの力を持つことができるということで、今はなるべくその組のねごたごたを起こさないようにしてるんだけど、それを北のね、なんつったかな、北の組織があるんですよ、三倉組っていうのかな、そのね大きな組共和会が邪魔をしようとするんです。邪魔をするんです。でここで、抗争が起きてっていう話なんですよ。で抗争が起きて、まあ、結局ね、その話がそのね、そのいろんな政治家とかいろんな大きな、まあなんだろう、企業とかとのね話がなくなるかなくならないかっていうようなところから話がぐーっと盛り上がってで行くわけです。でまあある程度の結果が出るんですよ。でそこから何年か経ってっていうところでねクライマックスにつながるわけなんです。でまあ最後はねこの獄妻のまあいつものラストにつながるわけなんですけど、これがまたねかっこいいんですよ、岩下志麻さんが、めちゃくちゃかっこいいです。これね本当ね、ちょっとこうなんていうのかな、ちょっとしたヒーローみたいなね、っていう感じもするし、その歌舞伎とかねそういったものの演目みたいな感じで、もうここはお決まりだよみたいなね感じの、もう一番のクライマックスなんですよ、そこにつながるわけです。これをまあ毎回岩下志麻さんだったりとか過去のね獄妻の役をやってきた人たちがやってきたんですけど、まあね今回の岩下志麻さんはまあかっこよかったです、まあ毎回思うんですけど、すごい、まあねこれをラストがあってでまあエンディングになるんですけども、ここがね絶妙な感じなんです。でエンディングこう音楽が流れてて、その曲もねまたちょっとこう少し切ない感じもしたりして、でちょっと余韻に浸れるわけなんです。で
でね、まあね、このキャスト陣見ても分かる通り、誰もがその注目したくなるような、ね、個性派ぞろいなわけです。だからどのシーン見てても楽しめるというか、うん、特にね、特筆すると、特筆というかね、特に話すとやっぱ世良政則さんが、まあ一番最初にね、極妻の主役やったわけですけど、この世良政則さんがまた再びここで出てるわけですよ。でまた、まあ、同じような感じなんですね。で、まあ、さっき話した 3人ね、小さい頃から悪さしてた3人の中ではリーダー的存在で、その分仲間を守るっていう気持ちもすごい強くて、ちょっとね、こうやさぐれ感があるんだけど、そこに何だろう、優しさっていうのかな、その優しさというか、岩下志麻さんに対するね、その忠誠心みたいなものだとか、仲間を思う気持ちだとかね、いろいろ含まれてるんですよ。まあ、そういう演技をするんですよ。で、この世良政則さんが街をね、ブラブラ歩いてる時に3人のチンピラとね、ちょっと喧嘩になったりするんですよ。そのシーンとかもすごいかっこいいんです。 BGM もね、もう完全なロックなんですよ、 BGM で。ここでね、もう この映画で世良政則さんが一番かっこいいところはここだっていう感じのシーンを見せてくれる。まあ、これがまず一つの見どころ。そして、その奥さんである川島直美さん、川島直美さんがね、これがね34ぐらいなんですよ、この時34ぐらいで。確かね、当時覚えてるんですけど、僕はちょっとね、女優として、タレントから女優に移り変わる時期、だったと思います。写真集を出して、ヌードの写真集を出して、でもういろんな演技をやっていくんだぞという、もうこれはね、自分で言ってましたし、川島直美さん自身がね、こういうこう、その役のためならヌードもいとわないというかね、そういうような心構えで挑んだ作品であるわけですよ。だから強烈な絡みのシーンがあったりとかするんです、今回。この、ね、旦那さんである世良政則さんとの、そういう絡みシーンで、まあ、ヌードも披露してるんですけど、この時の川島直美さんがすごい綺麗ですね、綺麗というか、僕はまだ当時、20代前半ぐらいだったんですけど、うわ、すごい綺麗だなと思いましたね。こんな綺麗な女性いるんだっていうふうに思ったぐらい綺麗でした。で、こうやって考えると一番綺麗な時だったんじゃないかなと思うんですよ。この後失楽園とか、まあいろんなね、鍵とかね、いろんな映画出てきて、ヌードとか、まあそういった絡みのシーンやっていくんですけど、川島直美さん一番僕としてはその良かった、脂の乗ったというか、女性としてね一番魅力的な時、とにかくもう色気が半端ないです。そういう時の、まあ、自分でも分かってたんでしょうね。この 今が一番私は旬だということが分かったんだと思うんですけど、そこで、こういったね、その、まあ、後世にも残るような作品で、脱ぐというかね、そういうシーンもやっていくんだっていうような感じで挑んだ作品なんじゃないかなと思う。まあ、そういう
感じですね、うん、まあ大体毎回ね、僕妻ではいろんな方が体当たり演技をするんですよ、うん、まあそれはね僕のレビューでも話してますけど、過去のレビューで海野恵子さんもそうだったかなとか、まあね、とにかく、うん、監督は違えどここで体当たり演技をする人たちはたくさん、うん、います。女性は、うん、それぐらい、うん、大きな作品ではあると思うんですよ、うん、だからここでっていう感じでねやってったんじゃないかなと思うんですよね、うん、という最初に脱ぐならこの映画でっていうような感じなのかもしれないです、うん、まあ、ここだけこの映画最初で最後っていう人もいますしね、うん、誰だったかな、ちょっとすぐ出てこないですけど、忘れちゃったな、うん、まあそうなんですよ。で、まあそんなとこですかね。まあね、だからね、このまあ当時ジャニーズ光源氏のメンバーだった赤坂くんとかもね出てくるんですけど、ここもね、特に話とはそんなに大きく関係してないというか、まあしてなくないか、うん、まあ構想のきっかけを作るようなことをするんですけど、ちゃんとね傷跡残してるというか、うん、出てるシーンは少ないんだけど、それぞれの演者が傷跡を残してるんですよ、うん、だからこう見てて、内容が濃いなっていうか、こう密度が濃いというか、すごいね、時間が短く感じられるんですよ、これ見てると、うん、あっという間に見終わってしまうような感じですね。どこも見どころ、どのシーンも見どころあるし、うん、よくできた作品だなって思いますね、うん、話としては単純な話なんですよ、うん、まあだいたいいつもと一緒、だいたいこうどっちかっていうと精力的には弱い側の話ですから、弱い勢力のそのヤクザの奥さんたちの話っていうことなんでね。で、大きな勢力に立ち向かうっていうような構図なんですよ、うん、ジャイアントキリングをするしようとするっていう話なんで、で一見負けたような、勝負では負けたけど、何だろう、人たち浴びせるっていうようなね、致命傷の人たちを浴びせたぞっていうような話なんです。まあそういう話だ、まあ見ててワクワクゾクゾクするし、単純な話ではあるけど面白い、分かりやすいっていう感じですね、うん、結局これって基本なわけですよ。こういう置き換えればいろんな
ヒーローもんだとか、まあ、仮面ライダーとかもそうですけど、ヒーローもんだとか、すべてね、そのマーベルとか、まあ、いろんなあらゆるその、ね、ストーリーに置き換えられるような基本形の話なわけです。それをたまたまヤクザでやったということなんですけど、だけど面白いんですよね、こういうのってね、うん、だからまあこれはおすすめですね。この作品は本当おすすめなんで、ぜひ見てほしいなと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。